どうも、ドンズルです。そして、ボンジュール、ボンジュールだ。そして、ワッサップ、ヤピマルです。どうもです。ということで、我らドボンマルブラザーズ、本日もこちら、ブロスタゲーム実況プレイのをやっていきたいと思います。さあ、ということで、今日はですね、皆さん、ジーンの回でございます。あ、来ました。ジーンもう今めちゃめちゃ強いんじゃないですか。強いっすね。もう本当にこの前のバランス調整で、はい、あの元々強いって言われてたのにさらに強化されてしまって、はい、今どんなとこが強いんですかこいつ。やっぱ一番やばいのが、はい、アップデート前は必殺技は壁に当たったらダメだったんですよ。あ、その壁貫通しなかったんですけど、はい、なんですけどアップデート後はもう壁を通り抜けて敵を引きつけて。確かにそれやばいですよね。壁の向こうからブワーッて来て、ブワーでしょ。あれ確かに逃げようがないですもんね、はい、あれ壁の後ろの壁。ほらよ、ほらほらほら、いきなり壁の後ろから掴まれてブワーって引きずり込まれるやつでしょ。それあれのあれのゲーム版、はい、でしょ。いや確かに確かに怖い怖い怖い。さらにあの必殺技だけじゃなくて、はい、ステータスも割と、そうですね、体力が低いエリザベスとかバーリーとかは3発でやりきれる、はい、あ、なるほど。だからあれで引っ張ってきて、はい、バンバンバンでバンバンバンでできる、全部当てれば、はい、一発キルでできると、はい、なるほど、いうところで、まあ、そこら辺もちょっとね、ステータス的にも、ね、優位が取れるこちらジーンを今日は使っていきたいなと思います、はい、よろしくお願いします。お願いします。ちなみに僕ジーンはまだトロフィー200ぐらいなのでそんなに使い込んでないので、はい、ドジーンしないように頑張ります。はい、ここジーンミッドでお願いします。あ、ミッドで？はい。やばい、相手に米田コーヒーとチョコミントが揃えてきたね。さあ、じゃあ自分上がっちゃいますね、じゃあ。ジーンは通常攻撃はこの、はい、打った後にさらにこう分かれるのがまた面白いですよね。そうですね。索敵もかなり強い。射程長くなりますよね。そう、草の中とかも割と相手がどこにいるかなっていうのが分かりやすいんで。かなり強いです。ちょこちょこ減らされるんですよ。確かに。それ本当にいいですよね。IT として本当に回復できないのは強みですよね。米田やった。で自分バーリー見ときますね。オッケー。さあ、もう必殺技ガンガン使っちゃっていいですか。もう強い、もう強い、全然それでいいです。スウェル的にスウェル的はどんどん吸っちゃえと、はい、バーリーはねパンパンパンで、はい、かなり早めに溜まるんで、しかも確かにもうバンバン溜まる、もう7個っすか。で吸っちゃえばそうか、はいはいはい、そう吸えばさらに溜まるっていう。ブロックとかはブロックだとちょっとまあきついんですけど、はい、おーナイス、いい感じ。近距離でやり合うんだったら勝てます。あ、なるほどなるほど、はい、じゃちゃんとやり合う敵を最悪なのはブルとかシェリーを引っ張った時ですよ。そうです、あれは本当事故。そうそうそう、だから事故すぎる。吸っちゃいけないのもあるから、そこは何でも吸えば勝てるっていうわけではないっていうのが、うん、また気をつけポイント。吸う相手は気をつける。シェリーまあ大体わかりますわな。まあ近距離強いやつは吸っちゃダメと。間違いない。オッケー、ナイス。どうもありがとうございます。でも今もうジーン大活躍でしたよ。結構吸いまくっていい感じでした。壁も壊し、しかも投げを、はい、吸うじゃないですか、はいはい、その時に壁も壊すんで。あ、そうなんですよ。キャラを捕まえたら壊すんですよ、はい、引っ張ってくる時の、引っ張ってくる時に壊す、はい、間にある壁を壊す。そうバン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 、投げの、そうですね、有利じゃなくなるっていう。壁壊して、壁なダイナマイクとかバーリーに対してもう特に強い。そっかかなり強いですね。さあ相手もやったやった、真ん中に相手にも陣いますね。相手陣います。ここちょっと挟んでモンスターといきたい。オッケー、ナイス、陣が今必殺が溜まってます。オッケーです、気をつけます。吸いたいよ。おーうまい。オッケー、いいっすね。いい感じ。え、ちゃんとあれっすね、狙い通りいい感じにした。うわ、飛んでくる。ジーンのその吸うコツなんですけど、はい、エリザベスにちょっと似てるんですよね。エリザベスに似てる。エリザベスの通常攻撃に似てるんですよ。あー、やばい、されたオッケーオッケー、誰もいないよ。オッケーオッケー、もやりました。エリザベスの結構長距離はい、似てるんで、そのエリザベスが得意な人はかなり。あー、なるほど、そうなんですね。吸いやすい。ブロックとかエリザベスとか、はい、そういう長距離の偏差値が得意な人はかなり通常攻撃、そうですね、やりやすい。これはちょっとヤップさんもやられてない。どうもいい、どうもいい。あ、大丈夫。まあ。これエメラルドも吸えたらいいのに。それめっちゃ強い。ただのチートじゃん。それ強い。エメラルド吸うはやばい。さあ、じゃあ挟みますこれ。オッケー、ナイス。で、これ僕がもらいます。ナイス。あと、もうバーリーの。バーリー頼みました。バーリー頼みました。オッケー勝った。これはいただきました。あざす。いい感じ。
どうすか、ジン使って。いや、かなり使いやすいですね。以前よりもやっぱ壁を貫通できるっていうので、必殺技が打てるこうタイミングがたくさんあるんで、はいはいはい、そっかそっかそっか、積極的に打っていけるのがいい。たまるとすぐ打ちたくなりません、ね、すごいわかる。え、割とこのウルトはあれなんですか、はい、必殺技は温存した方がいいんですか、それもうバンバン打つ系なんですか。あ、バンバン使っていいんですか。あ、もうバンバン打つ系で、やべえ、相手さん選べれば、相手今世界4位のプロゲーマーやばいじゃないですか。やばいこれ、やばいっすね。カト今日の動画のタイトルだ世界4位のプロゲーマーにやっつけたったっつって、勝てばいいけどねさあ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 、今いいか。ハムとかすっちゃまずいよね。ハムはちょっとですね、近距離が強いんで割と事故りやすいです。なるほど。だからダイナマイクとかリコーとかはどんどん吸っていいですね。 OK です。それ吸えると、あ、確かに。その体力低い系、はい、リコーはもう低いんで体力。 OK です OK です。 OK ナイス。さあさあさあ、おー、うまい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 、今みたいな感じ、ね、おー、それ相手の行く先を、そういうことです、行く先を読んで、OK、ナイス、ナイス、いいねー、いいですね。プロゲーマーやっつけたろ、やっつけてください、お願いします。おら、うまい、うまい、なんか釣りみたいな面白い大丈夫、大丈夫、面白さあります、面白さある。さあ、OK、ナイス。プロゲーマーに狙われてます。OK、これはもう、ちょっとやばい、これはインゴ、おし、おし、逃げる、オッケー。さあ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 、やべ、やられる。リコも3発でやれるんで、オッケーです。タイミング見て、リコさんやります。吸うとき気をつけたいのは、あと、ま、周りに味方がいた方がいい。あ、こういう感じですね、はい、あ、そういうことか。はい、あと体力が低いときに吸っちゃうと逆に返り討ちになりやすい。そうですよね、そういうとこを結構気をつけた方が。リロードもないとね、はい、自分の体力と相手の体力とかをしっかり見ながら、やばい、ちゃんと見てやんないと。要素だ、むずいな、やばいやばい、ここやりて、やっぱさすが世界4位、世界4位強いな、本当に。これはやばい、あ、ごめん、大丈夫、しないで、大丈夫、大丈夫、これじゃあ自分当たった。さあさあさあ、いやこれ押されてるな、うおー、危ねえ。わかります、わかります。で、あ、これ下のハサミがダイナマイクいきたい、ね、やばい、おー、やっぱ、パム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 パ間違えた、あざすあざす、しゃあ一番嫌がれるパターン、一番嫌がれる実質OKOKOK、 まあでもいい感じでしたね。そう、相手のミッドでエメラルド蓄えてるやつとかを引っ張って逆転したら、はい、マジで気持ちいいんですよ。結構だから相手が必殺技持ってるチームいったら結構脅威っすよね。確かに、気をつけて、ウルトには注意、そのウルト外せねー確かに確かに、間違いない。結構タラとかより難しいっすから、やっぱむずいんすか。はい、あのもう直線的すぎて、確かにダメージも難しいっす。ほんとだね。 OK ナイス。さあさあさあ、こっからもうこうなったらジン、こうなったらもう嫌がらせでガンガンいきたいですね。この相手だとジンは何を吸えばいい。はいはい、もう一回もう一回、数キャラ何を吸えばいい。これバーディーとか、そうっす、バーディー、なるほど、吸ってもいいし、あのコルトだともいいっすね、タイム。ごめん、吸いすぎた、コルトだと火力上げた、吸いすぎた、そう、吸いすぎた、敵が寄ってきた。 OK、 そう、まあまあ落ち着いて、 OK。さあさあさあ、今遊んでます。真ん中キープ、オッケー、これもらいます。お願いします。バーディーが来る、ここ自身います。オッケー、いける。バーディー3発、3発強っ、やっぱそういうちゃんと3発当てました。ここ自身います。オッケー、追い出して、ナイスナイス、いい、惜しい、あ、ごめんなさい、オッケー、そうやばい、ごめんなさい、壊れた、まあまあまあ、ここをやりて、オッケー。このタレット壊すのも割と陣得意なんです。あ、そうだ、タレットも引っ張れるんですよね。はい、さあさあさあ、タレットとか開発、あ、回復装置とかも引っ張れます。クマは、クマも引っ張れる。全然クマキャラか、エメラルド、ごめんボールとか、これ楽しい、ナイス、やばい、オッケー、ナイス。いや、結局使っちゃった。結局ヤプシオにあざす、危ないっす。今のは助けてもらいました。ちょっと好きなとこ隠れます。ヤプシオ最近かくれんぼが趣味ですから。そうですね、あそこどうですか、隠れ、そこはあの隠れポイント、まああの見つかり度が 80% ぐらい。めっちゃ見つかるじゃん。めっちゃ見つかるじゃん。隠れれてないじゃん。まあでもジーンの強さはだいぶ、伝わったと思いますし、そうですね、割と使いやすいですね。
結構難しいキャラかなって思っていたんですけど、はい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 、普通に攻撃も当てやすいし、ウルト溜まったらもうバンバン打って、そうです、ね、相手の邪魔できるし乱せるしっていう、あのね、こっち回復しようとしてるのに、はい、あのジンのチラがね、チラが当たるとすっげーイラつくんですよね。間違いない。なかなかこう、はい、相手の回復阻止っていう意味ではなんかパムとかに似てるかもしれないですね。そうですね、チラバル攻撃も、ね、はい、強いですということで、ぜひ皆さん新キャラのね、こちらジン持ってる方は、ぜひ使ってみてください。ということで、本日ね、一緒にやっていただいたボンジュールさん、ヤピマルさんのチャンネルリンク下の概要欄にやっております。特に、ヤピマル師匠はブロスタの動画が毎日上がっておりますので、はい、ブロスタ上手くなりたい人は、まあ、とにかくヤピマル山田を見ろと。そうですね。もうみんな言ってますから。間違いない。もうこれもうヤピマル山田。間違いない。ワイワイ。ワイワイコンビを見ろと、はい、みんな言われてますから、ぜひ皆さんね、お二人のチャンネルもチェックよろしくお願いいたします。お願いします。ということで、じゃあ本日の動画はこんな感じで、また次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。